エジプトで開かれている気候変動に関する国際会議 COP27 に合わせて温暖化対策に消極的な国に贈られる化石賞に日本が再び選ばれました。国際 NGO の気候行動ネットワークは9日、温暖化対策の世界の潮流に逆行しているとして日本に化石賞を贈ると発表しました。その理由として石油や天然ガス、石炭の開発計画における世界最大の投資国であることを挙げました。統計では過去3年間で平均106億ドル、およそ1兆6000億円投資されたということです。日本が選ばれるのは3回連続で、またも不名誉な受賞となりました。